田島康彦は、日本の法学者。元上智大学文学部新聞学科教授。専門は、憲法、情報メディア法。埼玉県秩父市生まれ。1975年上智大学法学部卒業。1983年早稲田大学大学院。法学研究科校法学専攻博士後期。家庭単位取得満期大学。 1983年神奈川大学短期大学部専任講師、1986年度助教授、1994年度教授を経て、1999年4月より上智大学文学部新聞学科教授、2018年3月に上智大学定年退職、このほか毎日新聞社、開かれた新聞委員会委員も務めていた。 現在、早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師、同法科大学院非常勤講師。読売年間2016年版、P327、コミュニケーション研究第48号、P1、開かれた、新聞委員会。開かれた、新聞委員会座談会情報出所、明治に努力。特集、開かれた新聞、h t t p 毎日 j p コーポレート、開かれた、フィーチャー、アーカイブ、ニュース、2009、2 200 9 1 0 5 d d m 0 1 0 0 4 0 0 7 0 0零 CHTML2009 年6月10日閲覧。異例の被害者名、非公表専門家から懸念、自由が死にかけている。秘密保護法のすべて、田島康彦城地大学教授2015年4月11日、観覧勧告は、 敵なのか呼びかけ人、ありがとうございます。